美味しいね、うん、ね。でちょっとしらす入れて、のり、韓国のりです。この韓国のりのごま風味がいいよね。うん、うん、あ、これもうちの菜園のほうれん草。そうそう、ほうれん草冷凍しといたやつ。そう、これで不便利だよね、ささっと。まず今日はさ、どこから行きますか。まずそば食べて、うん、アウトレットのね、うん、あとおむすびのふんわり感がいいね。最近軽く握るおにぎりが結構流行ってるからね。うん、でどっから住める。楽しみだね。お蕎麦屋さんも楽しみだし、3時のおやつも楽しみだし、掘り出し物のいいものに出会えるといいな。出会えるといいよね、うん、いや一時はなんかこう声が枯れてきちゃっていけないかなと思ったんだけど、許されないもんね。許されないね、うん。そしたら車の中で休んでていいかな。今年は気をつけると思う、寒暖差がね。ね、うん、まあ、年には勝てないね。さあ、行きますか。なんかもうね、行きたくてしょうがないの。気持ちは御殿場みたいな感じ。そうです、アウトレットみたいな感じ。ささっと洗ってコーヒー入れていきますか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ドルサービス。もちろん。はい。これお願いします。
ライバーさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。乾杯。乾杯。喉にしみる。よくないよね。ねえ。でもちょっと飲もうかな。やめといた方がいいと思うよ。ありがたいじゃない。あなたが作ってた蜂蜜レモン生姜。うん。あれ入れよう、あれ。喉に良さそう。効きそうだね。美味しそうだよ。乾杯。乾杯。そっちの方がいいでしょう。生姜がしみる。じゃあこれは私。あら。でこれも私。黒はんぺんと、やっぱりね、そこまで行ったら、ね、かまぼこで、ね、黒はんぺんのと初めてだよね。ね。やっぱこういうのと出会えるから地元のスーパーいいよね。そう、私たちお土産は地元のスーパーだもんね。はい、ありがとう。あ、いいですね、いいですね。ちょっと行ってみましょうか。つみれみたいな感じだね。感じ、うん、うん。あ、そうだね。うん。イカスミ入り、イカスミ、シャキイカ。イカスミ入りか、うん、イカの口だよね。そう、トンビの、ね、トンビ。まあよく沼で行った時とか買ったね。沼でフェリフトンとかね、うん、売ってるんだよね。その場で炭で焼いてたりするんだよね。そうそうそう。運転に疲れた、それともアウトレットの付き合いに疲れた。アウトレット。でもいい、T シャツを中心にね、結構いい買い物をしたよね。そうよね、うん、こういう夏の準備はできたかなっていう感じね。できたね、うんうん、あと私のスカートだけ。あ、スカートも買ったか、一つスカート買った。もういいね。美味しいお蕎麦屋さんはいっぱいあるけども、うん、ああいう景色が楽しめる環境はないよね。ないね、虎屋の工房の喫茶。正直ね、うん、あなたがその虎屋工房に行きたいって言ったらそれほど、うん、でも想像以上だったでしょ。うん、すごい。そよ風に剥がされる音、うん、本当にあれは何時間でも入れたね。ねえ、水の美味しいところだから、うん、なんかもうちょっとお豆腐とかなんかそういうものあるよ。ある、やっぱりあるよ。あ、いいね。コーヒーも美味しいとこあるかもしれないね。小さな喫茶店とかあるよ。ある、ちょっと探してみよう。うん、オッケー、任せて。本当熱が出なくてよかったね。よかったね、うん、ご迷惑かけました。毎度のことでございます。すいません。